ごい時間も知らん、浮いてんな俺の方これサタンのやつやろこんな脅かしって1回目やな、もう怖ないな、分かってたら。還暦おめでとう。いいね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 。こういう電話嫌ですね。これは夫目線かな。あーっぽいな、うん、ちょっと進みますか。家で話があるのっていう、妻がやられてるやつやな。犯人が分かるとですね。じゃあ夫も殺されるのか、このあとね。帰ってきたら殺されるんで、ちょっと気を注意して暗すぎる、来るぞ、飛びかかってきようかな、うん、これが犯人が誰なのかがもうはっきり分かります。見逃すな。くそ、何の音、時計かなんか、トイレ音とか。どっから行くのが正解か。まあ、手前から行きますか。いい家ですね。ああ、こいつは成功者。いや、まあどうしたって殺されねえから。冷蔵庫入るか、一回。いやいや、もういい、もういい。この世界の世界か、浮いてんな、俺の子。これか、外に置く、外に置くやつやろ、これ。こんないい家で、勝手口の外に、これ。飲食店の裏やん、これ。ねえ。確かに変やった、あれ。違和感あるで。はいはいはい、ここは、洗面所。いい家やね。いや、すごい家、もう大成功者です、うん、プシャプシャ聞こえるぞ、うん、確かに行けず、行けませんね。嫌なプシャプシャだけ聞こえますけどあんま現代の風呂であのプシャプシャないからピッチ水ピッシャプシャトンチャトン。さあ来るか、トイレなし。あ、下はまあご飯食べるとことトイレ、お風呂。めった雑誌みたいなの買い取ったからな。来るか。見たくはないけどな。多いな部屋。奥から。手前からしよう。開かず。はい。鍵かかり。開かず。ここもかかってたら振り向く、これ振り向いた時怪しいぞ、来るぞ、ん、あ、なんかドアノブを持ってみて、どう、あ、違う、これ後ろ振り返った時注意してな。はい、ゆっくり振り向かいます。防止不可の可能性ありゃ、うん、ありゃありゃありゃ。でもどっかで後ろからパターンやな、これな。まあその夫は帰宅された時に殺されたって言ってましたからね、あの深尾が。そう、どうなってんね。深尾でか、嘘の可能性ありますよ、でも。ああ、そっか、あれ自体が。はい。はい。うわ、嫌な音。どこや。こっちはある程度ちょっと遠目からもね、ガチャガチャできる。下が、下か、あ、下のギーか。うわー、いやや、猫こえー。あ、じゃあ玄関か、じゃあ、あ、Cかな、下。さっきあった、これないですね。風呂どっから出てきた、あれ風呂から出てきたな、電気とかない。ああ、また下だってた。あ、冷蔵庫。何何？さっきなかったよな。こうなってくるとこのゴミ箱怪しいな。怪しいな。開かれへんか、開けへんか。なんか赤いなんて、ライトも。お前からか。いやいやいや、こんな感じじゃなかったよ。ああ、もう怖い怖い怖い。何やねん。風呂行きますよ。こんな広い銭湯持ったよね。ボワーンみたいな。このタイプであれはならんて。
ちょっと嫌だよ。もう来るんやろ。あ、トイレの蓋の音今。あ、なんか笑ったみたいな音してる。出るんかな。玄関かにゃおって言ったのは玄関から猫が。あ？え、出られへん。出られへん。なんやねんこれ。上？下に一回おびき寄せて上に折るパターン？お？めっちゃ怖いやん。お、ああまた来る。あ、この後あるな。あ、ちょっと。トッ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 トした2階降りてきたか上がっていったか閉まってる。なんやねん、どこの音やねん今。ギーは血がなくなってる。いやすごいやん。あ、あるわ。どこのギー今。上か。上か。上やな。こんな姿見せへんことできる？この家で2人でっていうか、その誰か存在するとして、うん、密室トリック働いとる。そろそろか、来るか。増えてる。くそ、まあ、もう手のひらの上で遊ばれてますね。次はお前だと言わんばかりに。うわやだな。無ごし、無ごし、しゃいたくねえ。こんな血出んねや。でこんなことすんねん。え、やめてよ。もうちっちゃなって思ってる。ちっちゃいな。世界地図みたいになってる。いやーちょっと、もういやいや、なんで、なんでおらんの。なんか手がかりとかはもうめくられへんな、それ。うわ、めくれる。めくれんのかい。いきますよ。はい。そんな。消えた。え？あれ？ライト消えました。あ、もうつけへんね。嫌な演出。そんなと自分もやられるの分かってるから。そうやね、分かってるから嫌やね。あいつの情報によると。うわぁ、これは怖い。赤い女。うわぁ、これは怖い。赤い女。めっちゃやばかった今の。過去一かもしれん。俺はね、だいぶ身構えてたから、まあわーは言ったけど。うわくそ。今どのタイミング、出たタイミングやった。今出たタイミング出て、うん、横の向いて扉をガチャってしようかなと思った瞬間ここやな。あ、じゃあもう自動赤というか、その目は赤かったけど白やったよ。いやいや、服な。服のことよ。そのえ、あ、戻ったね、現実に。そうとか、24日になったってことは。つくわ。カラス消えてる。これ何日やね。24じゃない。あれ、なんかラーメン食ってた。ん、なんか食べてるな。ラーメン食べてる。誰か来てたな。わあ、顔んな。え、こんなすぐ来る。
まあ開けますか。ライトつけよう、ライト。こいつ顔がなんか。はいはいはい。開けへん。開けへんね。異常異常。行かれてやがる。警察もやられたし。2分。早っ。あ、なんかどうしよう。冷蔵庫や、冷蔵庫に隠れよう。こっちから、あ、終わった。はいはいはい、冷蔵庫に隠れればいいんだよ。なるほど、それで冷蔵庫に入れるんや、多分そういう仕様にしてたんか。なんで外からこれ。来た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 、入られへんやん、なんでな。あの時みたいなことだよ。ちょっとあの時みたいに、あの時冷蔵庫入れたやん。あれ、これどういうゲーム、これ。外出ろってこと。外出んのか。あ、そういうこと。あの時入れたやん。なんで入りたい時入られへんの。何やったやん、あれ。ほんまにあれはバグ、バグか、バグか。正真正銘のバグやね。え、出られへん。パリン来てからちゃう。今行け。出ろ出ろ。え、出てもあかん。お風呂一旦、お風呂今出て、来たよね。うん、一旦お風呂でコツコツコツを。パリン来てからちゃうか。まあいいか、一回閉めようか。そんなセッションな。そんなんバカな。どうしたらいい。ベッドの下。いや無理、そんな。え、こっちから来たよな。うん、こっちから来るよ。どんどんで、二人おるよ。入れるとこもないよな。トイレ、トイレ、トイレ。早っ。考えて。風呂やり過ごし。冷蔵庫入れんのか。冷蔵庫もしかしたらパリンって言ったら冷蔵庫入れるとか。いや、さっきパリンって言ったけどな。いけいけ、入れ入れ、もっともっと。思ったよ、冷蔵庫。あ、入りそう。無理か。ポテトチップス凍らしてんねこいつ。向かい撃つちゃうな。もう入れるとこないか。早っ。どんどんどんってしてこっち回ってるってこと。そう、もうこいつもう人間じゃないから、ギリギリで多分出てまた身かわすってことかな。風呂しかないもんな。風呂は風呂で。一回出てみて。これで今ちょっとやり過ごした。風呂のバスタブの方にちょっともっと身を隠すみたいなこと。閉めて閉めて。いけた。あ、いけそう。え、これ、これで。なんか何のアイデアもない感じですけど。これでいいんや。これでいけそう。
今まで最長記録いってます。これで警察が来て捕まっておしまう。で警察は深尾でしょ、多分。深殺されてんのか。あいつ警察じゃないかもさ。さあ1分切りました。はい、これ何ですか、高さがあいつの弱点だ。下の方あんま見えへんとか。うん、可能性ありますね。下向かれへん。いけそうやね。もういいもういい。そんなゲームある？しゃがんでやり過ごす。まあその息とか止めてるってことだから。さあここでちょっと奉行が入ってきてしまいですかね。勝った勝った。はい、よいしょ。はい、来ました、奉行到着。もういけんじゃん。思ったより平和です。そうでした、これで解決。女逃走、はい、なぜ私は途中つかない、わからない。1週間まだ捕まってない。夜になると聞こえてくる。君が悪い、早くあの捕まると。解決です。終わり、終わりです。え、もういいですよ。あ、終わりな。はい、またいつもみたいに正解パターンとか、ほらまだ終わりなわけないでしょ。これ家、これ玄関です。で寝転んでる感じの目線ですか。はい、来るね。ゆっくり開いてダーン。顔見えへんね。結局何やったんでしょうかね。え、なんで、なんで。選択肢何個かありましたよ。赤い女を見たっていうか、早い男を見たっていう。 あんなとこで。まあ分かりやすい選択肢はあれですけどね。あの隠れ方が悪いとかじゃないか。あれは成功でしょ、ね、あれは成功か。はい、は警察署のこう尋問のとこ、そんな序盤のやり取りとか。まあ分かりやすく分岐してるのって、でも多分あの尋問の答えと何がバッてやったやろ。じゃあ早い男にしてみる。だから冷蔵庫入った事件があって、でもう一回やった時に警察撃たれたかとか、揉めた警察の帽子落ちてるとこ見に行かんかったっていうことになって、それはこっち側の責任でしょ。見ましたよ我々は。あ、そういうこととかもあるかもしれませんねっていうことです。何個かあるんかもね。ああ、ほんまのハッピーのおばあちゃんおめでとうで、うん、孫たちが見てもらうね。孫抱いて60歳おめでとう。いつまでも元気にいてね。ズキンかぶってな。赤い女のね、うん、ちょっとバッドエンドで終わってしまったので、やっぱりハッピーエンドのその赤いちゃんちゃんの姿でこうやつ。ハッピーはありえへんやろ。人死んでるもんな。赤いちゃんちゃん子、還暦祝い、孫抱き、それを見たいということで、もう一回ちょっと途中からやり直してみようと。なんか配信の配信界隈では、ゲーム実況界隈では倒すという。赤い女を、それを導くにはやっぱあのあれね、顔が、そうそうそう、深尾と赤女がやり合った時に俺戻ってなかったよね。戻ってないのよ、その冷蔵庫に入っちゃったから。急いで行ってしまったけど。あれ戻ってないのが結構分岐点やったらしいね、さっき。あれも見とかないとダメですね。あれでバットになったらしい。戻りましょう、そっからやろう。だからあの夢の中というか、当日ね、殺人、事件当日ね、殺人現場もう一回やらなあかんな。あれ嫌だね。まあでももう覚えましたからね。うん、もうささっと行きますよ。はい。で、なんか武器をね、どっかで
拾うみたいな。結局対決になるのは対決になるんですね、多分ね、赤女と。そう、赤女とは肉弾戦でやっつけないとダメなんです。巻きなさいでしょ。で、ここで離して、はい、こいつはやられるんですよ。これで、ちょっと選択変えてみる。関係ないか。これは赤でいいんじゃないですか。これは赤でいいか。あ、これは赤で。はい。こいつは味方やった。深尾は全然普通のいい刑事やった可能性ありますね。で、ここでね、割れるんですよ、テレビの画面が。で、自販機で銃声通り越したら銃声、それ戻って見に行かないと。あれ？やっぱ脅かして1回目やな、もう怖ないな、分かってたら。で、戻る。で、帽子だけ落ちて血まつりになってる、はい。飛びではできませんね、これ。まぁ、あ、ちょっと怖いか。むちゃくちゃ怖いよ、これ夜一人。これ確認ね。深尾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 の帽子だけが。なんであいつの顔見たかったな、死ぬ前に。お通夜とか言ったら見れんじゃない。死んだかどうかも分からへんから、遺体がないから。違う展開なんのか。え、戦うって、はい、風呂に隠れるんじゃなくてってこと。なんかね、他の実況者の方の感じでは外に出れるらしいんです。まぁ、あ、我々は出れなかったでしょ。あ、もうあそこが出れるようになんねや。で、外に落ちてる武器で戦うって、だから耐えるとかいう話ではなく倒す、あ、になるっていう話なんですけど、まあ実際ちょっともしかしたらまだ全然深尾の帽子見ただけだことによって、いや、それが分かんないんで。世界線ってそんな変わるんやな。お、なんか奥行ってるんですよ。周り見てみますか。なるほど、見てないとこも結構あるんだ。ここでなんか戦う時用のなんか目星つけとくとか。あ、ここまで逃げてこれるのかな。こんな世界広がってたの。裏駐車場になってますね。空車やな、ほとんど一台だけ。こんな来れるんよね。あ、もう一台止まってましたね。ここ一周したね、今ね。はい。ここゴミ捨て場ですか。お？細かいね。絶対なんかあると思ったな。まあまあまあ、何もなさそうですけどね。これ1階です。特にないけどね。いや、行きますか。行きますか。行ったら夢が始まるね。行ったらそうね、夢。この日腹減ったなやったと思いますけどね。あ、そうか。まだ夢は次の日かな。ここのね、カラスがまず消えるんですよ。止まってたね、手すりにいっぱい乗ってたのが、あの深尾の帽子だけ見る。深尾の帽子がそんなに大事なの。あ、深尾の帽子がかなり気に入ってますね。深
管をいじったりすると冷蔵庫に閉じ込められて、これに気ぃつけないと、どん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 、これフードやったっけ、これ次ね、次フードの人来ますよあなたの家こいつは何やったんやな、この咀嚼音、ね、咀嚼音がエグいかったか、はい、こいつなんかこう妖怪こいつが一番やばいあのタイプの弁当でそんな音ならんかな、聞いてください、咀嚼音です、なんかあの AS なんでした、なんかありますよ咀嚼音聞いてもらうやつ、あ ASMR みたいな、合ってんのかこれ振り急がれたでしょ多分ね、千と千尋のね振り音源っていうの、うん、千と千尋のお父さんが食べてたあのブヨブヨの饅頭みたいな音やね、カラス投げ込まれるのはその後か、投げ込みカラス、はい、あれあれ寝れませんね、どんどん来えへんかったな、フード、ああ来てきた、怖いねんな、どういう光の当たり方したらこうなるの坊主ですよねこれ、坊主やね、丸坊主やね、丸坊主やけどフードがこの浮いてるというか内側から風が送り込まれてるゆるキャラみたいにすごい風でこう刺さっ割ってないもんな、どこも目触れてないもんな、頭皮には針金入ってるからね、こうすごい立体的よ、じゃじゃーん、フード男変な服やな、これなんか腰回りちょっと絞られて、いや、すごいおしゃれな、どうなってんの腕とかも、おしゃれですけどね、ちょっと絞ってるとこあって基本四角い感じだね、エンジ色って言うんですか、こいつは悪くないんですよ、まあね、横なんですね、吸い込まれていくからね扉に、ほらほらこいつも無礼やった、そしたらカラスが飲まれて寝る、寝る、そしたらあの日に、あの日に行きます、事件のあった10月21日、はい、ここもなんかあんのかな、分岐がでも選択肢なかったけどね、この辺飛ばしますよ、うん、今回のこの話に関してはややこしさはないな、はい、人間関係とかそのだからまああの赤い女紅娘をの多分殺人したとこを帰り見ちゃったから殺しに来たっていうことですよね、うん、紅女とこの夫婦に何があったのかは分かりますね、そういう話が今回はないね、細かな設定が考察があんまりできない、あの警察にもこうチクったからあの警察も行かれるところですよね、赤い女見ましたよっていうこと言っちゃったから、あれが足早い男見ましたよだったらあの警察殺されてない可能性ですよね、はいはいはい、そうか、これどうやったら発動するんやったっけ、全部開けてもう最短で行きたいね、そうね、走られへんのか、家の中は、さっき上か、上か、結局風呂も何も関係なかった、うん、そう、上行って開いてない、下行って足音する、で上行って
って。なんとか。また下行かなかな、これな。血が出てる。血が出てることに気づいた。なんか開く音する。これが上の。でもこれでも戻っても何もなかった。まあでも戻らなあかんのかもな。あ初めての患者として。そっかそっか。気にしてますよ。気にした。下行って。下行って。足音がするんですよ、確かね。血が吹いてたんちゃうかな、これ左。あ、猫泣いた。あ、室内に血がある。血があること気づいた。うわ、血があるぞってなった。足音来ないかな。血があるぞってなった。血があるぞ。ここもちょっと入ってみたふりする。銭湯の響き方。聞く。一回怖いから出るっていうふりして玄関の方に。あ、玄関赤いのか。玄関も開けへんのかってなる。で、上ですね。もういいか。なんか足音聞いた気がしたけど、まあいいか。で、開いてんのか。戻ったら開いてたんか。もっかい閉まってて。もっかい閉まってて、もっかい降りようとしたら。あれ、血増えてるってなる。あれ、増えてない。あれ、なんかクリアしてないんかな、条件。あれ、血増えますもんね。あれバレてんのかな、ふりしてる感じの。リビング、あ、来た来た。あ、これ、これ、あ、それだよ。そうそうそう、これ確認しないと。これ消さないの、消せないんですよ。消せる。あれあれ、あ、これ待ちか。上やな。はい。もう上で殺害されてます、奥さんが。祭りにあげられてるからな、もう。はい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 。開く。で、開く。ここは別に選択肢ないよな。うん。えらい天高い目線やな。ちっちゃいね。こんなせい。あ、ベッドの上乗ってることなんて。ああ、そういうことか。乗ってる。何今一瞬めっちゃ高鳴ったよ。高鳴ったね。こいつ自身が化け物説あるから首とかもニューってなったよ。で戻って扉開けようとしたら振り向いたらドン。はい、3、2、1。そういうことか。あ、こんな叫びがあった。あ、刺された。はいはいはい。で、もう逃げろですね。わかりました、もう完璧です。これもう逃げろ。逃げろじゃない。赤女立ってる。あ、後ろ向いてるな。警察を呼ぼう。そしたら2分耐えろじゃない可能性がある。くそ、何なってんだ。あれ、イカれてやがる。知ってた、めっちゃ早い。確かに、あっという間だし。はい、よっしゃよっしゃ。あ、でも耐えろやな。耐えるか。いや、こっちに出れる説がありますよ。あ、そう。え？え？あれ？あれ、しゃがんでコツコツが通り過ぎたら外出るんちゃう？風呂隠れ。ひぎ風呂隠れなし。違うかな。足音が小さくなる。
耐えてみる。耐えたらでも終わりやもんな。ちっちゃくなりましたよ。でもでもでもいいね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 、走れ走れ、来てるな。まあ落ちてるみたいな。あ、だから逃げゲーか。え、いいの。いや、武器が落ちてるっていうのかね。武器どこや、うん、あ、あれ下が来た。このホテル、この建物の中に武器落ちてるのかな。あれ、パリに来た。え、下から来ましたね、さっき。もっと早降りなあかんのかな。ああ。一回どっかの3階とかにシュッと入ってやり過ごすか。結構早めに脱出したら2分、あーちゃうか。あれっす。だいたい1分ちょいぐらいのところで足なくなるんですよ。あ、終わった。いいね。一回もうこのまま一回外出てるよ。はい、全力で降りますよ。どっかでかわすとかなく。コツコツがずっと聞こえてくる。いや、コツコツも話しましたよ。一回二回とかで入るんかな、こっちにシュッと。なるほど。これ今だって全速力で降りましたから。それでも下で捕まるってことは多分下で絶対捕まるから、2回ぐらいでやり過ごしてる。失敗した。あ、出た。下から来るもんな。いやでももう今のはマックスの速さでずっと階段降りて下で捕まってるから、あれ以上速いのは無理なんで。かわす方がいいのかな、もっと早くこの風呂場を出る。うん、それの気がしたけどな。あの時間が出てるから時間に関係あるのかなと。あの足音一回早め出てみるか。ちょっと足音鳴ってる途中で行ってみますか。一回ね、最初の方でやむときあるんだよね。何回かこうコツコツコツ切れて、そのタイミングで飛び出したら一回目の切れ目で行ってみるか。分かりました。確かに背中向けてる意味ないもん、ずっとパイプ見てたから。ここね。はい。いいかも。いいかもいいかも。いいかもいいかも。1分24。30秒のところで出してですね。なるほどね。これ。今度は途中まで上がってきてたな。じゃあもう行け。パリに来てなかった。もうこれで行ったんじゃん。パリン、そう思うもんね。パリンすぐで出て行けるんじゃない。はあ、まあ裏技みたいなことも、もう隠れる必要ないんじゃない、それやったら。確かに。あ、でもそうかもな。いや、そうやと こっちが来るんよ。パリンで確認してな、あいつの姿を。早っ。
全然こっちを出よ。いいね。あれ後ろから来てんのかなあれって、うん、今のって前にいたのか後ろにいたのか、その紅がね、うん、しゃがむとかないってことだもん、うん、いやでもしゃがまなくるもんな、絶妙の間があるんかな、前から来ない数秒が空白の薄すぎるけどな、55で今出てみて、来るかな、今もうカーソルが出ないんですよ、このパリになるまで、うわではなんで扉開けとけたりできたらな、風呂場、ここの扉を閉めるとか、あ、いいね、これでちょっとは、けけけけ、うわ、扉でした、扉でした、あいつ物理苦手なんや、物理的な障害が、来るな来るなよ、頼む頼む、あ、でも足、前から来るな、まっすぐまっすぐ左、逃げれました、おっしゃ、ここまで来た、なんか落ちてないか、噂では噂では武器が落ちてます、違うか、コツコツが、あ、工事現場とかね、ないね、ないないない、あ、でもいや、深尾が使ってたなんかとか、ゴミのとことか、ゴミのとこか、そうか、振りはあるはずやもんな、あの赤ちゃん人形とかは何やったんやろな、これはもう破裂させたもんね、どうないか、ないね、え、顔の石を継いでないぞ、え、結構もう戻るな、うん、見失、見逃してる、どっかでバッとなるんかな、倒さなかもな、多分な、倒すって書いてあったからさ、あらー、まあ、逃げ切りは逃げ切りですけど、逃げ切ったけどこれじゃないと、多分倒す、はい、どこに落ちてるんやろう、一回戻りながら、あ、民家かな、家らへんかな、最初のとこ、はい、バッテンド見ました、もうこれはこれよ、分からんねん、この割り方、寝てんのか、いや、やられたんかな、これは、あ、これやれた後ない、結局こんな目線も、こいつちっちゃなれるからな、大きなったらできるか、いや、ここぐらいちっちゃなるから、ちょっともうもう一回ちょっと最後倒して、まあ、じゃあ左、とりあえず左やね、あの階段降りて行かれてやがる、行かれてやがる、警察とかのレベルじゃないけどな、こいつは、なんで警察来たらこいつに逃げるの、閉めました、見事、もうこれ攻略しました、
そして降りて左ね、降りてすぐ左の方へ道を、何何が違う、バレてるんかもしれん、もう俺らの行いが、あれあれあれ、さっきと何がちゃうねん、あれ、え、マジでなんなん、早すぎた、あ、選ぶ、あかん、なんでどっから来てる今の、やばい、何、タッタタッタタッタッって足音が速いなと、あれ何がちゃう、風呂場開けてるとか、ああなるほど、ここも閉めるとか、さっきは閉めてなかったね、一番最初、いけてなあかん、無理やん、うん、どうなんですか、ちょっと、最後に見せるのはできてないかな、姿見たけどな、一回、うん、姿見た終わりですよ、でもなんか割れた時、さ逃げ切った時は割れた時振り返って、あの女がなんか立ってんのを見てんな、それが違いってこと、まあそれぐらいかな今言えるのは、あかん、あかん、遅いんじゃない、逃げんの、単純に体育か、でも下から来たよな、うわぁ、さっきのがマジ奇跡やったのに、なんでや、なんでうまくいったんや、ここの扉閉めるとかじゃないんかな、ここあ、いいんちゃう、やっぱ速さやな、めっちゃ速くしたんだ今、もう確か見ずに、左行け、左行け、はいはい、左ね、え、前前前前前前前、どこどこどこ、前前、まっすぐ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 、左、右、そこ、そこ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 、行け行け行け、どうやって拾うの、いけ、勝負勝負勝負、どうやって振んの、ライト消せるか、よし、いけいけいけ、やりました、撃破撃破撃破一発一発伸びついたら死んだ、いやそれにグーでいけたよ、それぐらいやったら、いやいやいや一発飛んで撃破です、とんでもない悲鳴上げてた、ギャーって、あの女は亡くなった、あー殺しちゃってる、人間なん、人間なん、あいつそんなわけないやん、ピンポン来てからバリンって入ってくるのどういうことよ、じゃあ物理的に下からカカカタ駆け上がってくるとか、女は事件で亡くなった夫と元不倫関係で、警察はなんか漢字読めませんが、感情による犯行、はい、これは多分ハッピーエンド、還暦おめでとういやー、人間なんかい、グッドエンド、グッドエンド、焼き終わり、あーというわけでして、さあ、なるほどね、なるほどね、ああいう隠し技もあると、はい、やっぱ面白いね、あれはでも絶対に見つけられへんな、ちょっと攻略を見ないと、はい、はい、というわけでございまして、赤い、紅娘でした、これにて、うん、これ、うわわわわわ、マジでめっちゃおしゃれ